911, please state the nature of your emergency. Hey, we've got... Excuse me. Don't I get a phone call? He said, yeah. And he walks me over to a payphone. And he goes, here you go. They better give me a better cost of living adjustment.
That's gotta be the vigilante from the news. Best to move along, friend. フィクサーか。ループで目立ちすぎたか。こいつは俺を見つけた。俺も見つけてやる。ジョルディの仕事は保留だ。ハッキングする気だ。信号をたどれば先に見つけられるかもしれない。よし、捜索エリアを絞り込んだ。すぐに奴を見つけてやる。
bad. Dangerous. If he's telling me... そこか、見つけたぞ。よし、フィクサーを一人仕留めた。これであと何人だ。誰かが俺に興味を持ったらしい。フィクサーは金のために動く傭兵だ。そいつが俺を標的にしたのだろう。悪い知らせだな。記憶が正しければ連中はグリッドで連携を取る。グリッドの接続が切れてる。誰かの相手をしたいところだが、待つしかないか。よし、これでジョルディの仕事ができる。ドライバーの仕事だ。男をどこかに届ける。ただの送り迎えとはいかないだろう。この手の仕事のコツは警察を避けることだ。もしもし。今までどこにいやがった。最悪だ。最悪の状況だ。今から向かう。早くしろ。警察に見つかっちまう。
犯罪組織シカゴサウスクラブとの関係も噂されていました。
運転手だ。畜生遅いぞ。車はあるか？ない。車はそっち持ちだ。そうだろう。ああ、とっとと行くぞ。散々だぜ。エディが死んだから置いてきた。どこからともなく警察が現れたんだ。最悪だ。ルートに従って注意して進めよ。まだ警察がいる。このルートじゃ殺される。座って静かにしてろ。計画通りやれよ。口を出すな。それで相棒が死んだろ。頭を下げてろ。これから路地を捜索して奴をいぶり出す。こちら了解。周辺の路地はウェルズ以外上がっている。現在支援が向かっている。クソ、あれはパトカーだ。そうだな。それでどんな計画だ、教えてくれ。落ち着け。島を封鎖されてる。裏路地やガレージを使って身を隠すんだ。俺がエンジンを切って明かりを消したらおとなしくしてろ。駐車してる車のふりをするんだ。いいな。ああ、分かった。クソ、手の震えが止まらない。腹を撃たれたやつを見たことあるか？山ほどな。何か言ってくれ。おかしくなりそうだ。多分エディは生きてる。腹に一発食らったんだ。食らうならそこだって言うだろう。そういう傷はどちらにも転ぶ。弾丸が貫通しなければひどいことになるかもしれない。警察は答えを欲しがる。病院にも来るだろうな。うっ。散々だぜ。エディが死んだから置いてきた。どこからともなく警察が現れたんだ。最悪だ。ルートに従って注意して進めよ。まだ警察がいる。このルートじゃ殺される。座って静かにしてろ。計画通りやれよ。口を出すな。それで相棒が死んだろ。頭を下げてろ。これから路地を捜索して奴をいぶり出す。こちら了解。周辺の路地はウェルズ以外上がっている。現在支援が向かっている。でどんな計画だ、教えてくれ。落ち着け。島を封鎖されてる。裏路地やガレージを使って身を隠すんだ。俺がエンジンを切って明かりを消したらおとなしくしてろ。駐車してる車のふりをするんだ。いいな。ああ、分かった。くそ、手の震えが止まらない。腹を撃たれたやつを見たことあるか？いや、噂通り大したやつだな。まったく。よし、やったな。待ってるやつがいるはずだ。しくじるなよ。おいおい、ラッキークイーンか。俺たちに何の用だ。俺たちじゃない、お前だろ。バレたんだ。どうしてかは分からない。誰もいないはずだったんだ。ただのコンピューター工場だろ。すぐに警報が鳴って、あっという間に警官が俺は静かに終わったことだ。ブツは持ち帰った。やったんだ。そうさ、その通りだ。ヘマは許されない。こうして世界は回る。ああ、わかるよ、ミスタークイーン。
でも俺のヘマじゃない。落ち着け。さあどうだ、母親とは話したか。友達や恋人は。誰とも。急いでたから。それはいい、実に。必要な時はまた電話する。雇い主にはそう伝えろ。ラッキークイーンか。奴はシカゴサウスクラブを仕切ってる。連中は俺が生まれる前からシカゴを食い物にしてきた。奴の眉間に一発食らわせていればもっとマシな街になっていただろう。俺はそれを避けてきたが、もう目を背けることはできない。過ちを繰り返すわけにはいかない。おい、どうだ、仕事が終わったのか。シカゴサウスクラブの仕事をやらせたのか。仕事は仕事だ、モラルと金は区別して考えた方がいい。落ち着け。いいか、仲間を紹介してやるよ。もっとマシな車の仕事をくれる。そうか、受けるかわからないが名前は渡せ。誰だって金は欲しいだろう。そうだ、気になるようだから言うが、モーリスは新しい家で元気にやってるぜ。